ご視聴ありがとうございます。リラック屋の花澤です。予定日まであと2日、まあ、こんなにお腹が大きくなってるんですけど、まだこれといった兆候がなく、動けているので、せっかくなので動画を撮ることにしました。今日は私が持っているマッサージグッズの一部を紹介します。持ってきたものを並べてみました。パッと見ね、よくわからないものもあると思うので説明をしていきたいと思います。ちなみになんですけど、これから紹介する全てのものはですね、案件とか宣伝ということではないです。個人的に興味を持ったものを買って試してご紹介するっていう形ですね。誰の指図も受けていないものをやっております。これをね、これとこれは最近買ったんですよ。もう今日届いた、本当にお乳ですね。これが箱だったんですけど、グイ押しっていう名前ですね。ガチガチになった肩甲骨背中をグイ押しストレッチ、寝るだけ5分、16個の突起で心地よい刺激、肩甲骨背中を一度にケア、書いてあるんですけど、背中にねこう当てて、こう横になる、寝る、普通仰向けでね寝るだけで、まあ、ぐーっと伸ばされて押し込まれて、まあ、気持ちがいいですよとか、これがほぐれますよっていう商品ですね。まだねそんなに使ってないでしょ、今日届いたんでそんなに使ってないんですけど、まあやっぱりこう程よく柔らかいんですよ。全然こう沈み込みがないものだとやっぱ痛いんで、ちょっとふかふかしてるんで、いわゆる指の弾力みたいなものを、模倣してるというか追求したというかものだと思われます。まあ、それなりに気持ちがいいです。ちょっと痛いですけど、でこれのいいところは、まあ、冷たくないってことですね。ウレタンみたいな素材なんで、値段はこれが確かにアマゾンで2,000〜3,000円でしたね。ちょっと正確じゃなくてすいませんけど、まあ、興味がある方はアマゾンでグイ押しで検索したら出ると思うので、まあ、見てみてください。もっと前にこのね、まあ、同じようなもんですね。こっちの方が、まあ、ちょっとこう頸椎までできますよっていうか、頸椎というのか、まあ、この首とかこの頭のこのですね、髪の生え際の同じのあたりにこの突起がきますとか、こうちょっとこう分かれてるので、多少こう開閉して調整できますっていう違いがあったり、こっちの方が少し硬いかなですかね。まあちょっと素材の配合なんかが若干違ったりっていうことはあると思うんですけど、何年も前に買ってて、値段も結構こっちの方が高くて5,000〜6,000円したと思うんですけど、これもこう、まあ、ストレッチとツボ押しを兼ねてるようなものですね。私の夫がめっちゃ気に入ってて、枕にしたりしてるんですけど、それでまあなんかこう最近今こたつに入ったりするんですけど、お尻にねちょっとね高さが欲しい時用にね、これ使ってみたら少し良かったんで、それまあそれもあって自分用にこれを買った感じです。なんでね冷たいことを気にしたかっていうと、中山式回遊機ですねっていうのがあって、これすごいいいんですけど、すごい冷たいんですよ。冬場にここが金属なんで丈夫なんですけどひんやりしちゃう。これの優れたところはここにねつまみがあるんですよね。でこれを回すとこう、わかりますかね、高くなったり低くなったりするんですね。なので、まあ、こう押し加減の調節が、であとこう沈みます。こう押すとねへこむんですよ。でもバネが入ってるのがこうちょっと弾力があるようになってるので、まあ、これも硬い素材なんですけど痛くないように、まあ、工夫がされてますね。はい、強弱のね機能付きですっていうことで、これのね私2つのやつとかいっぱい持ってます。
これは結構いいですね。何しろ寝るだけなんで、これとかもそうですけど、座るだけ寝るだけみたいな、これ座る用ではないんですけど、勝手に座ったりするんですけど、私は結構めんどくさがりなので、めんどくさがりな人はこうちょっと手を動かして使うっていうマッサージグッズに関しては多分あんまり使わなくなっちゃうと思うんですよね。で、特に大きかったりするとちょっと重たかったりするので、なんかやっぱりわざわざ持ち上げて動かしてっていうことをしたくないっていう気持ちになっちゃうと思う。これとかはまあその辺に転がしておけば、背中が凝ったなという時に寝る時に下に敷いたりするだけでよくて、まあこう気持ちがいいんでおすすめです。この辺のまあだから素材の違いですよね。素材とか形の違いで、まあ自分に合ったものをね見つけていただくといいのかなと思うんですけど、あとまあこれ結構みんな高いんですよね。中山式回遊機も3000円ぐらいですかね。まあある程度やっぱり値段が張ります。そこでですね、これは私が自作したものなんですけど、テニスボールを2つテープでまとめてるものですね。こんなんでもいいんですよ。これもまあ寝て使うっていうか、これをまあ首のところだったりとか腰のとこだったりとか当てて寝転がっていただくと、結構こうツボ刺激ストレッチできます。テニスボールってまあ1個の状態でもね、こう膝のとこに入れてグッと今みたいにこう挟み込んだりすると、この膝のね詰まりをね広げてくれたりとか、ちょっとふくらはぎのねマッサージみたいなことができたりとかして便利なので、これ簡単に止めてね500円ぐらいで制作できるので、こういうことをこういうものも便利ですよ。これちょっと分かりづらいですけど、これもまあマッサージボールです。痛みが消える魔法のボールとかっていう名前で、本におまけでついてるみたいな、合わせ買い商品っていうかセット商品になってるやつで買ったものですね。こういうちょっとね突起があるちょっと柔らかめのボールなんかも、まあ、気持ちいいです。これちょっと何種類かパターンが、なんか赤いもうちょっと大きいボールとかもあったんですけど、こういうのをねこうちょっと握ったりするだけでも脳の活性化になったりとか、指の刺激になったりとか、凝りを取ったりとか、ツボをね押すっていう効果がありますので、気になるところにね転がしていったりとか、こう当てがうっていうかね、まあ、それこそこう敷いて座ったり寝たりとかすることで、気になる部分を楽に応圧することができます。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 See you.